本日のゴートイートは寿司侍漬けマグロ丼でございます。またもうがっつり来ちゃった。お店の紹介する前に料理来ちゃった。これガリしか映ってないけど、ここ歌舞伎町にあるんですよ。モンテローザグループのビルの1階にあります。はちゃめちゃレベル高いですよ。ここもゴートイートで500円引きになるんで、この丼が300円なんですよ。いやもうびっくりした。もう色からして、色からしてうまそうでしょ。うまいマグロ、質のいいマグロ特有の、なんていうんですか、こうみずみずしさとうまみが両立したみたいな、わかります？この寿司屋って多分なんかモンテローザの中の高級店っていう位置づけなんですってね。なんでいやもう出してるものは間違いないですよ。僕ここの500円のマグロの腹もどん限定ってやつが大好きでよく食べてたんですよ。今日はちょっと違うやつ頼んでみようと思って、マグロの漬け丼、いやもうこれも大当たり、めちゃくちゃうまいですよ。これが800円で500円引きで300円になる、この幸せで。味噌汁もいやわかめがうまい、もうわかめになりたい、あの味噌汁で風呂入りたい。でちょっと醤油つけます。これなぜかというとマグロの味がものすごい濃いんですよ。マグロの味がものすごい濃くて、漬け丼の漬けだれだけじゃちょっと物足りなかったんで、ちょろっと醤油を垂らしてます。でこれわさびいきますよ。ほらわさびを溶かない。わさびを溶くと山岡さんに怒られちゃうんですよ。あのおいしんぼのね、わさびを溶くようなやつはもう人としてダメだと、もう明日朝5時に銀座に来てくれと、一番うまいマグロの食い方を教えてやるみたいな、そんな感じですよ。でこれ見てください。ほら大葉の下にもマグロ、大葉の下にもマグロ、もうこれすごいですよね。でこのマグロの下にもマグロあるかなと思ったらなかった。で最後にこの大葉とマグロを包んで食べる、食べる、あーっと、あー行くよ、あ食うよ、あ食うね、これ食うね、間違いないね、あもう美味しい、あー美味しい、あー美味しい。でごちそうさまです。もうご飯一つ分残さない、このうまさ。というわけで以上になります。